バイオサンプルとはというテーマで話するようにと言われてやってきました DDB センターの、福田と申します。私はDDBJ、シニアキュレーターとして今仕事をしていまして、主に、今回のそのバイオサンプルの登録が、たくさん来るんですけど、それのデータを見て内容をチェックして、それに対してアクセス証バーグを発行するというところをやっています。で、バイオサンプルに関わる、データ以前はゲノムアセンブルとかそういうデータを見てたんですけど、今は次世代シーケンサーからのデータ DRA と、あと JGA、GA なども担当するようになりました。で、DDBJ センターが運営するデータベースは、従来からの DDBJ と、DRA と GA あるんですけど、今回のバイオサンプルはそれらのデータの全てに関わっていまして、そのデータのサンプルの情報をまとめて集約して管理しているようなものです。で、バイオサンプルは、いわゆる実験データを得るために使った生物資料について、記述したメタデータというを保存するレポジトリになっていまして、それを記述を標準化して集中して管理している。そもそもは INSDC というよりも GEO や GEO Express に由来するサンプルを管理するというところから始まったと聞いています。で、バイオサンプルレコードは、NCBI と EBI とデータベース間で共有していまして、それぞれデータベースごとにアクセションプレフィックス分けて、録画されています。今、バイオサンプルレコード公開件数を調べたところ、NCBI が圧倒的に多いんですけれど、これは dbGaP 正規アクセスデータベースの方のサンプルも含んでますので、そのパブリックのみっていうのが450万件ぐらい。それに比べてちょっと DDBJ だいぶ件数が少ないんですけれども、今このような状態になっています。で、バイオサンプル公開データの例は、ちょっとNCBI の表示の方がとても分かりやすいので、ちょっとこちらを紹介しますけど、中にタイトルがあって、で、生物情報、生物名の情報がタキソノミーデータベースで登録されているものが出ます。で、パッケージとしてサンプルタイプとか呼んでいるもので、生物の大まかなカテゴリー、サンプルのタイプとかが書いてあります。で、メインのサンプル内容は、サンプル属性と言われるもので、構造化して、書かれていまして、属性値と値のペアで記述されています。で、その下に関連データはこちらのサンプルの方からたどることができるようになっています。で、サンプルタイプのことですけども、バイオサンプルメタデータはだいたいパッケージでカテゴリー分けされていまして、パッケージというのは、そのサンプルを記述するための生物やサンプル、情報を生物種や、サンプルの種類に応じて、こう必要な属性っていうのは、ある程度異なってきますので、それに応じたこの生物でこの属性は大事っていうのには必須になっていたりとか、この情報が必要というのは任意の属性として、ある程度属性を絞り込む役割を果たしていまして、で、そのサンプルタイプでそのたくさんある属性を絞り込むことで、登録者の方にはその適切な情報を入れてもらうことをサポートしていると思います。で、このパッケージなんですけども、 DDBJ に NCBI で初めにGSC が策定したMIxSパッケージというのを一番初めに採用して使っています。で、その他の、パッケージは、実はその3局でそれぞれ異なっていまして、でも異なっているので、ちょっと属性のブレがあるかもしれないんですけど、そこは今年のコラボミーティングで、お互いに調和させていこうというような話もしました。で、DDBJ のバイオサンプルパッケージは今このようになっているんですけども、MIxS のセットと、あとGA を2018年から開始してますので、そのためのファンクショナルゲノムサンプルというパッケージを新たに出しています。あと、ここに分類されないのがサンプルとして一応残してあります。で、MIxSの方ですけれども、ここに出しているコアパッケージ加えて、演武パッケージというものも選択が必要になっていまして、そのためにちょっと属性が勝手にたくさん出るんですよね、テンプレートの中に。ですので、登録者として初めて登録される方は多分ここで一体たくさんこの案のに何入れたらいいんだろうっていうふうになる可能性がちょっとあると思いますし、あと属性は生物の分類ごとになんとなく分かれてはいるんですけど、ちょっとざっくりとしているということもあって、なんか特にこのユーカリオティックとかだとそうは言ってもファンジャイとかもっと動物とか植物とかも混ざってきてしまうので、これは適さないという属性がどうしても出てきてしまって、必須属性なのにノットアプリカブルとかを書かざるを得ないケースもちょっとできています。で、あと比較として NCBI のバイオサンプルパッケージというのは、ちょっととても良くなってまして、MIxS に加えて生物分類ごとのパッケージが充実していまして、どちらかという登録者はこちらを使っているんじゃないかなと思いますし、やはりその生物分類ごとに分かれているので、なんか適切な情報を選んで入れやすい、このような形になっています。で、属性なんですけども、たくさんパッケージがあるように属性もたくさん並べるとずらっとありまして、DDBJ だけで見ても採用する属性名355個今あります。で、これを一覧をバーッと見せられても一体何使っていいか分かんないし、これ一個一個定義分かんないよっていうのが多分一番初めてとかの方は感じられると思います。で、値に関しては先ほどもいろいろあって値がぶれてしまうとか、皆さんも思っているところですけど、一部の属性では書式が決まっていたりとかコントロールボキャブラリーが指定されているので、多少の統制が取れるっていうのと、あとその書式が決められないものはオントロジーを使用するようなことを定義としては推奨したりしていまして、うまくこれを使っていただければ多少統一感は出てくるんですけれどもそれでも書式が指定できない値とかありまして、さっきのエイジとかデブステージとかもあるんですけど、統一的には決められない書き方もあるので、そういうものはここにもあるんですけど、スモーカーという属性だったらノンスモーカーに書くにしてもたくさん外来種が出てきてしまうので、これを統一させるのは困難じゃないかということが言えると思います。で、そのためにやはり低品質で不十分なメタデータが多いというのが、皆さんが思っているところだと思うんですけれど、例としましてはこれちょっと古い2017年に調査されたもののスライドから持ってきたんですけど、 GEO のもともとのサンプルとかだと属性の方もエイジ取ってみてもこんだけバラバラであったりとか、値が指定された書式になっていないものも、指定をされていても正しい書式で入ってないものがたくさんあるということで、そうは書式が決められてれば7割、9割インテジャーとかバリューセットとかだと7割9割は正しく入るんですけど、もうそういう書式がないもの、オントロジーとかで推奨しているものっていうのはやっぱりなかなか難しいと綺麗なデータが得るのは難しいということがあります。で、このようなバイオサンプルが生み出される原因として、この2017年時点の調査と、まずはパッケージが適用されてないサンプルがたくさんあるということでした。その時点で言うと、生物種ごとのパッケージとかMIxSとかは、それ以外のがもう 85% も占めている。で、さらにその属性もあるんですけど、バイオサンプルは、決められた属性以外に一応ユーザー定義のカスタム属性を使ってもいいっていうようなことをやっていますので、当初は多分そちらで統制が取れない形で入れてくるケースが多かったんだと思うんです。9割がそうカスタム属性だって言っているので、まあ、そういうこともあってなかなか品質の悪いデータが多かったんじゃないかなと思っています。で、このパッケージが使われていなかった理由をちょっと考えたんですけど、まず一つは、GEO エクスプレス由来のサンプルなんですけど、GEO エクスプレスは登録をされると、バイオサンプルに直接登録するのではなくて、GEO エクスプレスにメタデータとしてサンプル情報を登録者が登録して、その登録されたサンプル情報をもとに、そのデータベース側でバイオサンプルに代理登録しているという流れがあります。ですので、多分ここはちょっとその GEO エクスプレスどうやってやるかわからないんですけど、ちょっと属性にブレが出たりしているんじゃないかなということを感じています。で、ちなみにDDBJ が同じ発言、機能ゲノミックスデータの受け入れとして始めた GA では、サンプル情報をバイオサンプルに現実化するために、順序をバイオサンプルに先に登録してもらってから GA の、解析データを登録するような形に流れにしています。で、先ほど言ったようなファンクショナルゲノミクスパッケージを使っていただくようにしています。で、もう一つの原因としては、バイオサンプルが開始される以前のDDBJ とか、発現データとか、あと DRA に登録されたデータに対してサンプル情報を持ってたんですけど、それぞれそれを一度にバイオサンプルに移行する作業っていうのが行われまして、それに対しては決められたパッケージにちょっと適用するのが難しくて、それで書いてある情報から特に DRA のサンプルつけた時はもうサンプルディスクリプションに書いてあったのをただのコメントとして残しただけみたいなことになっているので、そういうのでちょっと統制取れてないデータが多いことはあると思います。で先ほど2017年のデータはただですけど、私がちょっと最近、調べた感じですと NCBI のバイオサンプルの 50% はパッケージを適用しているようでしたので、ここも徐々には統一感のあるデータも出てくるのではないかと考えています。で、DDBJ バイオサンプルではその品質良くするために、何をチェックしているかっていうのをちょっと紹介しますと、簡単には形式的なチェックがありまして、生物名はタキソノミーデータベースの情報を使っているので、そちらに登録済みかどうかとか、当然のその書式指定された書式で記載されているかとか、内容的になんですけど、形式的に 見つけられる情報が一致しているかとか、そういうのを、チェックしています。で、またこの意味的なチェックもやっぱり目で見ると分かってくるので、キュレーターが見て記述データを内容がサンプルがわからないとかだと登録者に問い合わせたりして情報をもらったりとかいうこともあるんですけれども、マニュアルキュレーションの方はちょっとやっぱり DDBJ センターはデータ登録受付でアクセッション番号を出すというところがありまして、あまりその時間をかけてキュレーションすることがちょっと難しいという面もありまして自動化するような流れになってきています。で、そこで品質を保持しながら登録処理を効率化するためにバリデータを登録システムに導入しています。2018年の3月から、バリデータを導入しました。これには今日来ていただいている岡部さんとか藤沢さんに大変ご尽力いただきまして、今すごく、そのおかげでだいぶ登録がさばけるようにはなっています。それで、バリデーションはどうなってるかということなんですけど、TSV ファイルで属性と値のペアを入れてもらったものを登録時にアップロードしてもらうと、バリデータのチェックが走りまして、そのバリデーションのルールにのっとって、エラーになったものとか、ワーニングとか、レベルがあるんですけど、それをこう、表示するようになっていまして、で、エラーが出た場合は、登録が進まないようにしています。まあ、エラーの内容は、まあ、本当に、まあ、ここにもあるようになんかこう日付が将来サンプル取ったのに将来の日付になっているとかありえないので、そういうのをエラーにしたりとか、まあ、いろんなルールがあります。で、この定義、パッケージ定義は、藤沢さんが作成した RDF を使用していたりとか、パッケージの中で生物種を、すみません。一部、このパッケージ使ったらこの生物種じゃなきゃいけないというルールがあるんですけど、そういうのも、NCBI のタキソミ RDF で、そのリレーション上位をチェックしているということもやっております。で、まあ、詳しくは多分、家族さんとか発表あるかなと思ってるんですけど、はい。で、あと、ちょっとどんな苦労話があるかをっていう話もちょっと中田さんからされたので、考えてみたんですけど、まあ、バリデータを導入しても品質の低いデータってやっぱり多いわけなんですけど、やっぱり一番我々が困るのは、情報を何も書いてくれない人っていうのがやっぱりいまして、なんか多分予想するに必須属性がないとみんな何も書かないっていうのが多いんですね。ですので、そうは言っても生物名だけじゃ何もわからないじゃんということなので、まあ、その前に大体バイオプロジェクト登録している方が多くて、そっちにはなぜかいっぱい書いてある人とかがいて、そっちから情報をこう引き移してやることもありますし、まあ、あまりにもひどい時はどんなデータかっていうのを問い合わせることもあります。で、必須属性を増やしたからといってミスティングとかナットアプリカブルとかばっかり入れてくる人もいまして、まあ、これはさっきもちょっと言ったとおりパッケージごとに必須属性決めてるんですけど、まあ、ちょっと生物ごとに適用しないものがあるので、そういう場合のために作っているその値が入れないためには、でもそれに関しても一応ミッシングとかナットアプリカブルとか決まった値を入れるように、流してはいるんですけど、まあちょっと避けていただきたい。ちょっとあまりにもひどい場合は、記載を促して問い合わせをしたりしています。あとはですね、略語が多いっていうのは、これなんかどちらかというと人のデータとかが多いような気がしているので、どちらかというとバイオサンプルメタ、JGA のメタデータの話なんですけど、なんかこう、ぱっと見略語しか書いてないと一体何を言っているのかわからないということが時々あってですね、でもやっぱりデータいろんな分野の方が見るので、なるべく誰が見ても分かるような記述をお願いしたいなと思っています。で、あとは属性と値でサンプルを区別する情報がないっていうのはそんなにひどくはないんですけれど、やっぱりサンプルディスクリプションとかタイトルでしっかり書いてある方もいるんですけど、属性に何も書いてないとかいうことも結構あるんですね。まあ、もちろんちょっと分かりにくいっていうこともあるんですけど、まあ、でもデータその後利用する観点から言いますと、やっぱり適切な属性に書いていただくのが良いので、その辺はちょっとこちらが分かる範囲でやったり、属性の値に入れてみたりとか、そういうこともできる範囲でやっています。で、まあ、そうは言っても先ほども言ってるように登録って結構手間だなっていうのは多分登録された方は非常に感じると思うんですけれど、まあ、まず登録の前に熱心な方はいろいろドキュメント読んでくださったりするんですけど、あ、なんかジャーナル会やったから早く登録しなきゃとかいうような方だと、まあ、とりあえずやっちゃえばいいやみたいな感じでやってくるので、まあ、こちらとしてはなるべく登録の受付サイドで分かりやすいように誘導してあげないといけないなということで、まあ、我々はどうしたらいいかということを考えていくわけなんですけれども、現状としましてはやっぱりまずはサンプルタイプをちょっと直そうというのが一番思っているところでして、まあ、NCBI のように生物分類ごとのパッケージは、まあ、追加していきたいなと思ってますし、MIxS に関しても実はちょっともう今バージョン5に上がってますので、足りないパッケージがまだあるので、そういうのも追加したりですとかしたいということはありますし、まあ、あとバリデータももうちょっと充実させていきたい。で、登録例があればいいとかいう話も聞いてますので、まあ、これは今実はもうすいませんここに公開はしているんですけれど、こういうのを見ていただくようにしたいなとは思います。で、ちょっと一体じゃあどういう状態のがバイオサンプルレコードしてとして理想的なのかなっていうのをこう私なりに考えてみたんですけど、その属性と値がで正しい属性名と値でペアで書かれているというのは、まあ一番その後のデータの利用にも大事だなっていうところと、まあ、あと時々論文に書いてあるからいいですとか言われる方がいるんですけど、私たちが見るときってまだ論文出てない状態でして、ちょっとそれでは困るので、まあ、なるべくその、まあ、あと、まあ、バイオプロジェクトだけに詳しく書いてる人とかもいるので、まあ、サンプルにもしっかりサンプルの情報を書いていただきたいと。でサンプルタイトルは、まあ、これはちょっとDDBJ、NCBI とか必須じゃないので DDBJ 独自で必須にしてるんですけど、なんかこのサンプルでダーンと1行でなんかこう端的にサンプルの情報が分かれば私はいいんじゃないかなと考えてます。で、生物名とその解分類って結構大事って聞いてるんですけど、まあ、それをこううまく今必須にできてないんですね。パッケージがこう生物分類ごとが書いてないので。で、ちょっとこっちを何も書いてくれない方がいるので、まあ、これを書いていただいているのが良いということですと、まあ、あとはサンプルの違いを属性の値でしっかり書いてほしいというのが、まあ、ちょっとざっくりとした話ではありますが理想的かなと思っています。で、まあ、あと登録者の方には実際の公開データを、まあ、見ていただくことでなんかどんな内容を入れたらいいかとかも見ていただければなと思うんですけど、まあ、NCBI のバイオサンプルの検索系が非常に優秀で、アドバンスドサーチでデータを絞り込みとかすることができまして、なんかこの左のカテゴリーになんかいろいろ選んで、でこう値を入れてこの小インデックス右側の小インデックスリストとかを押すと、なんかどんなデータ大体入っているかとかなんとなく出るんですね。ですので、なんかそれでもちょっとこうデータブレてるなとかちょっと分かったりするんですけど、まあ、それでこういうの入れたらいいんじゃないかとかも分かると思いますし、実際検索した結果からも属性値を絞り込んだりとかデータがあるやつだけを選んだりとかそういうこともできますので非常に使いやすいです。で、あとはバイオサンプルの登録とか、その今 NCBI と ENA とかと一緒にやってはいるんですけど、独自にいろいろ開発してて、より良いものを作っていまして、特徴としては、まあ、NCBI はパッケージが先ほど紹介したように、まあ、とても美しく作られているんですけど、サブミッションに関しても非常にこう、ちょっと登録者に分かりやすいような形で、1件だったらフォームに入力していって、で、まあ、複数あるときは、まあ、DDBJ の TSV ファイルをアップロードすることもできるんですけど、ここにあるように、ビルドインテーブルエディターっていうものをこう、中にスプレッドシート上のものをこう出して、そこに直接こう書き込んでいくことができるようになっています。で、属性の説明がこう、ちょっとそこにカーソルを合わせるだけでポップアップで表示してくれるので、非常に分かりやすいなとか思って参考にしたいなと考えています。ENA の方は、まあ、まずサンプルの、何ですかね、カテゴリーが、なんかグループというものも持っていたりとか、ちょっと区別があってですね、ちょっと違ったりしています。サンプルタイプ、パッケージも、プロジェクトスペシフィックなものが多くて、なんか、まあ、でも、研究コミュニティとかいろいろ考えますと、そのコミュニティ側で作ったパッケージとかをじゃんじゃん提案してもらった方が、もしかしたら同じ研究やってる方だったら、それ自分たちの一番欲しい情報のセットを作って、それを公開して、それを同じような研究の人に使ってくださいって言っていくのが、もしかしたら一番分かりやすいのかなというのを感じています。そしてサブミッションに関しては、JSON API に全面移行しているということで、ちょっと登録の仕方がだいぶちょっと異なってきているようです。DDBJ はバイオサンプルの今後何をやりたいかというところで、バリデータの外部への提供とか API とかコンテナの配布ということで、登録者やユーザーが同じチェックをできるようにということもやりたいですし、今ローカスタブプレフィックスの英訳ステップがバイオプロジェクトになってしまっているんですけれど、これはバイオプロジェクトが1プロジェクト1ゲノムの時代からそれを引きずっていて、今バイオプロジェクトに複数の、ゲノムを登録関連付けているので、プレフィックスはバイオサンプルに紐付けるのがよかろうということで、今バイオサンプルにプレフィックスの予約ステップを入れることを考えています。また、DWay で登録者自身によってバイオサンプルの更新ができると皆さん楽じゃないかと思うんですけど、オーガニズムとかはあとフラットファイルのソース情報とこうシンクロする部分に関してはもう勝手に変えられてしまうと一致しないとかいろいろ問題出てくるので、それ以外の属性に関してはちょっと楽に更新できるようにしたいということを考えてます。あとソース情報はバイオサンプル一元化ということで ENA が今一生懸命進めているんですけど、フラットファイル上のソース情報とバイオサンプル情報には一致する部分が多いので多いんですけど、ソース情報を1個変えたいとき、例えば WGS だったら何件以上だたくさんのエントリーがついてるわけですけど、それを一気に更新するっていうのが大変な労力があるそうで、非常に困難ということがありまして、サンプルの情報もバイオサンプルに移すことで配列データの更新の負荷を減らすみたいなことを、やる試みがあるみたいで、今プロジェクトの文献情報はバイオプロジェクトにもすでに外部化済みということだそうです。で、最後にINSDC 外でバイオサンプル品質向上のための取り組みとして少し分かっていることを紹介しますと、メタデータクリアリングハウスというのは EU であるみたいで、これは EU でバイオサンプル情報を独自にキュレーションしているグループがそれを ENA の方にフィードバックして、そのオリジナルのバイオサンプルをアップデートしたりオリジナルデータからそれをリンクするというプロジェクトがあるそうで、ENA から紹介があったりしています。で、またこれは Twitter On Demand っていうのはスタンフォード大学がやってたと思うんですけど、アメリカの方の取り組みでNCBI でバイオサンプルを登録するときにChrome とかにその拡張機能として入れて、それをバイオサンプルを登録するときに入力するとオントロジーで候補を適切な候補を出してくれる、サジェストしてくれるっていう機能があるみたいで、なんというかDDBJ としては登録の前にこういうのをやってくれる方がちょっと現実的かなっていうのを考えていまして、こういうのを使えたらいいですねというふうに思います。以上で終わります。ありがとうございました。